旨味のを入れて、さらに塩釜で包み込んで焼いていきます。唐辛子味噌、赤身の赤身、岩塩になります。
そういった意味を炭火焼き、トマンギ、イチゴ弁当、チョコケ弁当、混ぜたものです。左側見てる唐辛子もお尻の汗でも、スラムレーバーがあります。あと、ヤギ味噌、醤油もね、ここで見つけてるんでしょうね。箸でエレガントに食べていただいても大丈夫ですし、指でつまんで3センチのように食べていただいてもこちらでも大丈夫なんですが、大体指でつまんで食べていただくと、あの肉汁がじわーっと出るので、ちょっと美味しくなって、100% グルテンフリー、全く小麦粉を使ってなくて、はい、メンチカツも玄米で揚げてますので、小麦粉など、パン粉など使ってないですね。なるほど、はい、そう、変わってますね。はい、トリュフカツサンド、9番です。美味しそうです。美味しそうです。これ入っておくとさ、サーモンの下には夏野菜、ズッキーニなどが一緒に蒸したものが入っております。大盛りとかなり大盛りで混ぜてソースが添えてありますので、なるほど、こちらも大盛りで下巻いて入っております。これがガイエンジ。この後、ブッテレブお客様に割っていただきます。お客様に割っていただきます。ありがとうございます。先ほどの仕事の個人の名前です。言ったのや、だし醤油と急な個人差に食うのなと思ったのでした。一口目はぜひ昆布の味が染みてますよ、ね。はい、その一口を仕上げて、これびっくりでございます。はい、3月払ってもらった旅費もそのカレンパン北海道の夢ピリカと玄米合わせたお米ですね。みんなの分つついている。はじけます。で、3日からそのコリアンタウンのお店連れてもらって、この白身はどうするんだろう。美味しいじゃん、ステーブの。この白身ですか。これは塩釜に使います。マジで楽しいな。さっきの塩釜固めの時に卵白、いろんな人種です。そうなんだ。それ塩釜って塩と卵白でできてるの。そうですね。知らんかった。でももったいなくない。そう言われると若いですよね。まあ確かにね、確かに若い。顔はね、やっぱりね、若いよね。50には見えないね。変わらないですよね。うちの様子の味見ながら出てくる。足りなければまた言っておきますか。白キャビアですね。キャビアの塩味でまずはちょうど糸を出して、だし塩味が足りなければだし醤油で味を調節してください。このだしも塩味仕上がります。キャビアだから、キャビアだから、キャビアの塩気があるので。